海に来たっていうのに、こんな状態じゃさすがに外で遊べないし、このタイミングで水着の行橋さんと二人。あのさ、俺のことは気にしなくていいから、行橋さんも遊びに行っといてよ。いえ、怪我をさせてしまったのは私ですから。いや、あれは俺の不注意だし、そもそも行橋さんを無理やり避けてた俺が悪いんだよな。私、お邪魔ですか？そうじゃないけど。けど、何です？そんな格好でいられたら、俺、また変なことしちゃうよ。ほら、行橋さんだってそんなの迷惑でしょ。いいですよ。え？いいですよ。蜂谷さんがしたいのなら、私はいつでも。したかったりするの？ダメでしょうか？え？あ、いや、そんなことはないんだけど、ほら、ここだと外から見られちゃうかもしれないし。そうでしょうか？え？こうやって近くにいたら外からは見えませんよ、私が何をしていても。ちょっと、行橋さん。蜂谷さんだってお部屋でいきなりしてきたじゃないですか。だけど、あ、 A few moments later。 ダメだ、このままじゃ。